こいい。結構リアルですか。そうですね、ただ今納期が2月の予定で。2月、納期2月、今頼んでもが2月の予定なんで、一応ネット動画で多分見てらっしゃると思うので、サイドブレーキがちょっと、あの部品の供給がちょっとできていなくてですね。あ、そうなんですか。はい、サイドブレーキにちょっと不具合が出てて、その部品の改良で、はい、で今のところ納期が2月の予定。これなんですか。あ、これなもんね。というのはあの シートベルトでしたね。あの、チャイルドシートとかのこう後ろに引っ張るためのロックと合わせて紐を後ろに引っ張るタイプっていうのもあるんで、一応それ用のアンカーがついてますよ、ここに。あ、なるほど。あ、そうなんですか。結構頑丈そう。そうですね、結構。うん。で、スタンキー。おお、おお。この、今だけ飲みましょう。簡単もできますので。これぐらい硬かったらね。うん。耐久性はある。はい。上と下と荷物が分けられるんで、はい、スタートは上に、あんまり使ったら下にとか、そういった形もできます。これいい。後ろがバシャーンっていう感じのね、ないね。ほら、うん、ちょっと締めてみてください。あ、いいね。なんかこう普通車いいよな。まあ、好きな時は。あ、すげえです。よし、後ろちょっと乗ってます。あ、後ろは乗りやすい。段差がなくて乗りやすいですね。いやー。ああ。座れる広さはあるかと思います。めちゃめちゃいいですね。はあ。これは、ちょうどいいクッション。うん、ああ、これ後ろ席いいっすよ。これはなんか座席はなんかこう変わった動きとか別にない。はないですね。普通の、はい、シートになってます。Nボックスじゃないか。あ、Nボックスは結構スライドさせるタイプがあるんで。はあ。Nワゴンはもう普通のシートの動きしかない。で、下はもう傘置きがありますんで。はい。傘置き。はい。うん、濡れた傘なんかをそのままじゃなくて下に置けます。これは D の L なんで、ちょっとターボではないんで、あ、ターボじゃない、はい、わかりました。それではちょっと行ってみますね。よろしくお願いします。あ、おー、チルト。そうですね、チルトがついてありますので、もっと来るかなと思った。ここブレーキ踏んで、そうですね、ブレーキ踏んでいただいて、その丸いボタンを押していただいて、エンジンスタート。はい。
お、テレビそうですね、ちょっと前の方が来てたみたいです。なんで市場にテレビ見るかね。ETC カードが挿入されたそのままドライブ入れていただいて、はい、一応これ電子パーキングなんですけど、シートベルトしていただいて、はい、いる間はもうアクセル踏んでいただければ勝手に解除しますんで。おお、本当。オフライトもついてる。そうですね、オートライトでハイビームもオートになっておりますんで。へえ、何もかもオートか。で、一応そのハイビームのオートも切ることはできますんで。燃費はどのくらいですか。燃費がですね、今ちょっとこの試乗車でだいたい18、19ですね。ちょっといろんな方が乗られるんで、平均燃費っていうのがちょっと綺麗にしてないんで、ちょっとこのメーター上でそれぐらい。ちょっと落ち着く。そうですね、はい。右2つがその充電用で、左の1個がオーディオとつながってますんで。お、はい。エアコンがついてる。これシートヒーターもついてるんですね。そうですね、運転席だけですけど、このペアシートヒーターが、はい、ついてるタイプになります。があると思うんですけど、はい、それを押していただいてですね、でブレーキを離していただいて、はい、お、止まった、はい、でアクセルをそのまま入れていただければですね、はい、勝手に解除になります。渋滞の時とか、あと女性の方とかが預金所とかでこう背伸びして お金入れたりされるじゃないですか。開いた時にその飛び出し防止とかそういう形ではこう一時で買うような形ですね。問題の坂道、ノーマルだとどのぐらい？やっぱちょっと頑張るね。まあ頑張るね。そしても重量とかそういったとも関係はしてきますけど、うん、全く違いますね。これ結構リミッター高いね。すごい、いや7500からだねと思って。あ、高回転仕様、結構高回転。そうですね、ホンダのエンジンは結構高回転型ですね。相変わらずですね。押したらブレーキホールドになってるんですか。はい、もうずっとエンジン切るまで、でそのボタンを押してもう一回解除するまではずっとそのまま、はい、やり続けます。ちょっと狭い地域、地幅は狭くなりますけど、カラオケの横に出るって言ってもらうんですか。あ、そこはそこな。まあこれね、ハンドルがめっちゃ軽いっていうのね。そうですね。
ライトなんで、今ちょうど高架橋の下だったんで。あ、これにもつくんですか。はい。はぁ、結構敏感。そうですね、この反応も、あの、調整は3段階で、はい、きますんで。そんなのも調整できるのか。ちょっと、ここちょっと。え、こ、なんかメッシュになってる。これが？スケスケ、スケスケ。マイク？スケスケする。行こう。あそこですね、はい、あ。ただのデザインなんですね。デザインです。はい、なんか意味あるかな。おそれはそんな気にならないところを気になるっていう。これはやっぱその L-BOX よりもこ の, あのクルーズのコントロールっていうのは上がってるんですか。今回、その、先月、L-BOX がマイナーしたので、ね、一緒のレベルにもうなってますんで、はい。何キロまでブレーキっていうのは効くんですか、その、衝突改善。ですね、大体3、40キロっていう形では取ってあります。ただ、もうサポートなんで、保証はない。あくまで補助装置なんでですね。あれ、うん、電源。おお、もうこんなところに。すごい。で、運転席助手席の方にも両方。ここに、ね、ここについてる感じの助手席はですね。ついてる形にはなりますので、ああ、はい、ひどいだ。運転席のみなんで座席がついてないんでですね。ああ、そうなんですか。はい、がっていう方もおられるんで、それがノーマルの方がやっぱ可愛いねとかですね。ああ、確かにこれもいいよね。ロイと昔のあのステップバン、こんなのステップバンでしたっけ。ステップワゴンです。いや、あの同じような顔してるホンダの車があったじゃないですか。トコトコステップバンやと思うんですけど、違うでしょ。はい、もう廃車です。しかもあれなんか、ね、
回転してるような勢いですよね。回転してるのかな。わかんないけど、でも左右ぐっちゃぐちゃやもん。バックの音こうなんだ。そうです。音はですね、もう昔と比べて。ちょっと近いかも。ちょっとまあまあちょっとね。バックモニター慣れてないからね。そうです。モニターはもう慣れになりますね。最初慣れてない方は戸惑いますので。こうしてこれも変えてるんですか。はい、紫色になってるんですよ。これはノーマルなんですか。あ、ノーマルです。あ、そうですか。はい、純正というか。かっこいいな。すいません。はい、ありがとうございます。さあ、いきますよ。ほいさん、乗ってからの加速からスタートです。全然違いますよ。余裕の加速ですね。いやー、もう違うもの。違うね。これ分かるのか。こっから左よね。V 字くんのところから出る。こちら、木風入り口で、左に曲がります。どうしてもね、ノーマル乗った後にターボに乗りたいと。これ逆だったら嫌よね。そうですね。ちょっと泣いちゃう。なんかどうしても比べたら最初にノーマル乗って次はターボ乗らないと。いいですよね。ペラペラ残しとか。ゴムか。なんでみんなテレビのボリューム上げてるんやろね。なんで視聴者ってテレビ見るか。坂道ですね。ちょっと待って。いや、これ押ししまう。ああ、もう癖で。お、パドルシフト。そのままアクセル踏み込めば、はい、スタートしてパーキングもしますね。さあ、そこ気をつけないよ。おお、どう、このポジション出る感じ。うん、いいっすよ。なんかシートのホールドも、そう、シートがね、結構吸い付く感じで、ちょうどいいよね。いいです。それではちょっとターボの
方を味わってもらおうという感じでございます。ということで、ベタ踏みです。気持ちいい。まあ正直ベタ踏みするほどまでのことでもないかなっていうところいや、程よくターボがかかってっていうところではちょっとエンジン負荷があったよね。そうね。あー、やっぱり上り坂はターボだな。やっぱ上り坂は、だって助手席に乗っても分かるもんね。これは分かるんですよ。ターボいいな。やっぱターボだね。ブラックでおしゃれですね。おしゃれだね。ちょっとなんかこの辺のちょっとモビルスーツ的よね。ちょっと待って。ちょっと行き過ぎちゃった。これはちょっと行き過ぎちゃった。さっき調子乗って行き過ぎちゃった。ちょっとセブンで。スモークかかったのかな？ん？ミラーもスモークかかったのかな？いや、見たの。見えん。おお、はいはいはい。うん、なんか、うん、ちょっとブロンズが入ってる感じがする。多分あれでしょ、サングラスと同じあれなんですよ。ああ、そうかもしれない。後ろアップライトとかね。うん。眩しさ軽減。よくわからんけど。世界選挙しなくちゃいけない。 AKB のミニア、あ、これね、下りすごく、うん、スムース、うん、い
や、なんかちょっといや、どんな車でもスムースなんやけど、なんかね、ちょっと、あ、でもね、これはね、多分走りなんですよ。走りがすごくいいから、ステアリングの感触もいいし、もうカスタム、足回りも違う？いや、若干違うよ。いや、足回り全然違う。すごい、いいもん、これ。違うよ、うん、違うよね。それ道路のせいなんかなって思っちゃうけど、そうじゃないね。違う、うん、あの踏み込んでる位置じゃない、うんうん、でもオンにするとちょっと抑え気味になって、うん、オフにするとグワッて力になるね、うん、やっぱカスタムだな。カスタム、カスタムじゃなくてターボだな、うんうん、カスタムじゃなくてもターボがある。でも足回りいいな。足回り違うんじゃない？カスタム違うよ、絶対違うよ。あの段差乗り越えた時の感触がやっぱいいもん。はい、あの見てる皆様の方にはですね、ちゃんと調べろよという感じの方いらっしゃると思うんですけども、我々はですね、その場で乗った率直な感想をお届けする配信でございます。で、基本スペックとかその辺全然喋りません。だってほとんど他の YouTube で喋ってるんで、その他のチャンネル見ていただいて、まあそれに付け加えてちょっとこういうのも参考にしていただければいいかなと思ってちょっと配信しております。まあ、ということで、一応ねここ着きましたけども、2点ですね、ここもね、お借りしたのは。まあ参考になればいいと思います。それでは失礼しまーす。